栄光のフィールドに立つ。このフィールドには今サッカーにおけるエースナンバー10をつけて立つ日本人がいる。彼の名は大空翼。よし行くぞ。お聞きください、この大歓声。20万人の大観衆で埋め尽くされましたこちらマラカナンスタジアムでは、今年度のブラジルのクラブナンバーワンを決定するブラジル全国選手権、リオデジャネイロ州代表 CR フロノリア対サンパス FC の試合が間もなく始まろうとしているのです。紛れもなく俺は今ここに立っている。ブラジルナンバーワンを決めるこの試合にエースナンバー10を背負い、この栄光のフィールドに立っている。ロベルト、来たな翼、待ってたぞ。ロベルト、会いたかったよ翼。時の経つのは早いものだ。3年前ブラジルにプロサッカー選手になることを夢見て日本からやってきた大空翼、お前はその夢を叶え、今我がサンパス FC の一員としてブラジルサッカーの頂点に立とうとしている。翼、俺はお前をブラジル一の、いや世界一のサッカープレーヤーにしてみせる。さあ間もなくキックオフを迎えますが、この試合注目は何といってもこの2人でしょう。サンパス FC 背番号10、若干18歳にしてサンパスのゲームメイクを任される日本人、神風翼こと翼大空。同じく18歳、 CR フロノリダの10番、16歳でブラジルをワールドユース大会で優勝させたブラジルサッカー界の至宝、サッカーサイボーグの異名を取るカルロス・サンターナ、この新鋭同士の初対決であります。翼大空、カルロス・サンターナ、果たしてブラジルサッカーの頂点を極めるのは翼かサンターナか、一体どちらになるんでありましょうか。なおこの試合の模様は世界12カ国、もちろん翼の母国であります日本にも衛星中継でお伝えしております。翼、お前ってやつは頑張れよ翼くん。さあ今サンパス FC 対 CR フロノリアキックオフです。お互いに激戦を勝ち抜いてきた疲れを引きずっているはずだ。切り崩すなら今、相手の体がまだ温まっていない試合開始直後の今だ。行くぞ。おっと、これは早くも翼がドリブルでフロノリアを振り崩しにかかっている。ドリブル攻撃だ。フラメンゴのウォームアップ不足、やっぱり気づいていたか翼。足に吸い付くようなすごいドリブルです。中央突破だ翼。それジョルジーニョ。おっと、左サイドを走っていくジョルジーニョにパスだ。大きく振っていく。ジョルジーニョ加速、ゴール前センタリング。よし、もらったー。フォワードレアンドロ突っ込んでいく。キーパー飛び出している。ディフェンダー体を寄せている。サンパスゴールなりません。フロノリが必死のセービング。あっと、しかしこのこぼれ球の位置に翼が走っていく。渡すか。敵が体を寄せてくる前にシュートだ。ロベルトの育ったこのサンパス FC を今度は俺がブラジルナンバーワンに導くんだ。翼がジャンプ、オーバーヘッド、ゴール。先取点はサンパス FC。 おめでとう翼、ナイスゴール。はい、いい位置にボールがこぼれてきたんで
思い切り蹴りました。シュートだけじゃなく奇襲攻撃となったドリブル突破も素晴らしかった。ボールを自由自在に扱っていたね。はい、サッカーボールは俺の大事な友達ですから。友達だと。サッカーフィールドに捨てられていた俺にはボールだけが友達だった。俺はサッカーだけに生きてきた男、チームメイトすら信頼しないサッカーサイボーグだ。この俺とお前とどっちが本当の友達なのか、その答えは全てこの試合の中にある。行くぞ、サンターナ！行け、翼！お前のサッカー人生はここまで全て順風満帆できたわけじゃない。幾多のライバルたちに出会い揉まれ、それに打ち勝ってここまで来たんだ。このサンターナという巨大な壁を今度もまたぶち破るんだ。ぶち破ったその先にはブラジルナンバーワンの栄冠が待っているぞ。翼、サンターナ、領有がついに本格的に初めての激突だ。はボールが見えない。俺の大事な友達はお前には渡さない。ついに出た、見えないところを相手の頭上を通過させ自らはその横をすり抜けていく。これが天下の宝刀サンターナターンだ。ディフェンダーがサンターナめがけて突っ込んでいきます。サンターナのドリブル突破もここまでか。3人同時のスライディングタックル、渡すもんか。まだ渡さない、すごい執念、すごいテクニックだ。翼がブラジルに来てから身につけたあらゆる角度に落ちるドライブシュート、大空を自由自在に飛行する、これが翼のフライングドライブシュートだ。ゴール！3パス2対1と再びフロドリアを突き放しました。ここで前半の終了。翼、大空、今から貴様より俺の方が優れたサッカープレイヤーだということを証明してやる。
さあ後半戦のキックオフです。俺はサッカーしかできないサッカーサイボーグだからこそ、俺は常にナンバーワンじゃなきゃならないんだ。いくらサンターナでもここはパスだ。右か、それとも後ろか。どうするサンターナ、どうする。ここは持ち切れずにバックパスか。これはパスじゃない。くらえ、ゴールデンイーグルショット。サンターナ、黄金の左足からのシュート。同点のゴールを目指して黄金の足、ゴールデンイーグルが超低空で飛んでいく。正解だ、キーパー。今のシュートに触っていたら、きっとその指の骨が折れていただろう。サンターナ、やっぱりお前が最強だ。おかしいぞ。こんな桁外れの実力を持ち、こんなにすごい声援を受けているのに、ほんの少しも笑顔を見せないなんて。サンターナ、君はサッカーが楽しくないのか。サンターナ、俺たちは負けないぞ。俺が君にサッカーの楽しさを教えてやる。だったら俺はお前にサッカーの厳しさを教えてやろう。この試合、お前にはもう得点は許さない。俺一人で止める。さあ行くぞ。俺たちが勝ち越しゴールを奪うんだ。サンターナのワンマンチームの様子を呈しております。ロノリアに対してサンパスは翼を起点とした素早いパス回しで攻め立てます。うわ、サンターナすごいスライディングタックルだ。そしてサンターナボールを奪ってそのまま走っていく。クリアだ。早くそのボールをクリアしろ。動かない。サンターナのシュートを止めた左足がしびれ。友達は常に俺の味方さ。くらえ、翼。サンターナ渾身の力を込めてシュート。あーっと、ボールはゴール前に当たって大きく弾かれた。翼の腕に当たったのは故意ではないと判断され、審判はハンドを取っていません。サッカーの厳しさを思い知ったか翼。
大空に舞った俺の友達はまた俺の元へ戻ってくる。これを決めて俺はお前に勝つ。俺の腕なんか狙わなければ確実にゴールを挙げられたはずじゃないか。これが君のサッカーなら俺は絶対に負けるわけにはいかない。地に這いつくばり、そこで見ていろ翼、このシュートを決め、俺が名実ともにブラジルナンバーワンの選手になるんだ。しかもブロックしたボールをそのまま空中でパスに変えた。よし、行くぞ。翼は傷つきながらもカンターナのシュートを防ぎ、俺たちにパスまで出してくれたんだ。その翼の心意気に応えるためにも、決勝点は絶対に俺たちが取るぞ。残り時間はあと数分だ。さあ一体どちらが決勝点を挙げるのか。ファンターナ、これが最後の勝負だ。勝つのは俺だ。もらった。そんな、俺の唯一の友達が俺を裏切るというのか。レアンドロ、よーし、もらった。そのボールを翼がジャンピングボレーシュート。決まった。ゴール。ゴール、ここまで試合終了のホイッスル。サンマ FC 優勝決定です。やったのサッカーに負けたのか。翼、お前のその底力は何なんだ。悔しいけど、今の時点でスピードもテクニックも全てにおいて君の方が上だよ、サンターナ。でも心だけは俺は負けてない。だから動けたんだ。サッカーで一番大事なのは個人プレーじゃない、チームワーク、仲間を信頼することなんだ。サンターナ、君はきっと間違ったサッカーを覚えてしまったんだ。サッカーは一つのボールを心と心でつなぐ友情スポーツなんだ。だからサッカーは楽しいんだよ。見事なハットトリックでした翼。さあこちらへ。これでブラジルのクラブナンバーワンに輝いたわけですが、翼、これからの目標は。はい、次の目標は次回ワールドユース選手権での日本の優勝です。翼、よく言ってくれた翼くん。日本対ブラジル、ワールドユース優勝をかけてもう一度戦おう、サンターナ。だったら俺はブラジルの2連覇をかけてお前に挑戦する。チャオ。翼、今日の勝利と引き換えにまた強力なライバルを作り出してしまったな。今度お前の前に立つサンターナは今よりもさらに強くなってくるぞ。そうだね、ロベルト。でも俺は相手が強ければ強いほど燃えるんだ。それが大空翼のサッカーなんだ。